緊急配信ウクライナ侵攻ということでですね、チャンネルクララでおなじみの伊藤提督と内藤先生にね、急遽駆けつけていただき、はい、ね、ウクライナ侵攻について存分に語り合おうという番組でございますけれど、まず提督から一言よろしくお願いします。そんなの、侵攻なんていうかですね、はい、侵攻というのはなんかもうウクライナ全部俺のもんじゃみたいな感じの侵攻をするかというような日本の報道ぶりだったんで、なことあるわけねえじゃないかとと言ってきたんですね。で、それ何でかというと、やっぱりそのプーチンにとってはバッファーとして置いときたかったわけだから、今のように新ロシア派と新西洋派の2つに分かれた状態で中で小競り合いしているウクライナであった方が超合理的にいいと賢いプーチンを思ってたわけだから、それを自らちゃぶ台返しするようなねことはしないだろうと思ってたので、ないと、言っていたんですけど、やりましたね。一言で言うと、今までのプーチンは、過去の提督の番組ね、見直していただければいいと思いますが、今までのプーチンはインテリヤクザだったのがただのチンピラになってしまったとという一言で言うとですね、ぶった切ってしまいましたはい、ぶった切りようやくが、してしまったところで内藤先生も一言で、私もそうで、もっと言っちゃうと、そのバッファーっていうのはこれ歴史的経緯から言うと、その独ソ戦を戦ったその経緯があって、要するにポーランドをそのナチスと独ソ不可侵条約の密約でこう半分に分割しちゃった結果、国境を接することになって、ドイツ軍が直接攻め込んできちゃったと、だから戦後はその共産国を周りに置いて、それこそモンゴル、満州、当初の予定では満州、それから北朝鮮をバッファーにして、なんかその普段は言うことを聞かせるけれども、いざとなったら自分たちのソ連領内に入ってこないで、そこで戦ってねということの流れでいうと、今回 その例えばドネツクとルガンスクの、ドジン教、ルジン教という、この2つのところがそのバッファーの役割を果たすんだというのはみんな思ってたわけですよ。でウクライナ全体に侵攻しないだろう、ウクライナ本土をその攻めないだろうというふうにしたのは、そうすると結局そのバッファーを作るためにやってたのが、ウクライナを仮に軍事的に全部成功しちゃってね、やったとしたって、これバッファーがなくなっちゃうわけですよ。でそうすると結局独ソ戦の前 の独ソ不可侵条約の密約でそのポーランド分割しちゃった、これ一緒で、その前まで戻るのかっていうと、ちょっとそれは考えにくいよねっていうのが、多分おそらく変なし生実感ある程度知識のあるというか、人間はみんなそう考えたと思うんですね、私を含めて。だからそういう意味でもちょっとそのキエフなんかに空爆をしてっていうのは本当に驚いたと。驚いたですよね。しかも最後の落としどころとして、じゃあ仮にウクライナをじゃあ全部ロシアが併合するところまで行ったとしたって、それ意味ないじゃん、じゃあルーマニアとかその辺までこう今度バッファーにして世界征服を目指すのっていう話で、それはありえないわけですから、一体何をしたいのかなっていうのはやっぱり見えない。で今まで逆に言うとプーチンってのはどっちかというと多分これをしたいんだろうっていうのははっきり明確に分かっていたので、そういう意味で言うと、いやこれはちょっと昨日 の配信番組ではちょっとプーチンも錯乱したのか発狂したのかみたいなことを言ってしまったんですが、ちょっとそれ言い過ぎたかなと思ったんだけど、どうやらちょっとプーチン少なくともまともな精神状態じゃないの、ちょっとその今までのプーチンとはやっぱり思考のその状態、精神状態がこれがちょっと明らかにおかしいよねというのは、おそらくどうやらみんなそういうふうに感じてるということが分かったのは、ちょっとほっとしたところかなと。でロシア専門家で私が信頼している方お二人いらして、一人は広瀬陽子先生はもうはっきりと発表したと、まずはキエフ侵攻ないだろうと思っていたけれども、過去の研究が通じなくなったとラジオでおっしゃいましたね。で、旧国シンクタンクのフォーラムでご登壇いただいた小泉悠先生、ロシアの軍事がご専門ですけれども、軍事合理性で考えてありえないんだけれども、ただ今のプーチンならやりかねないと、やっぱり合理的に考えたらちょっとありえないことが起きたんで、それに備えなければならないというのは今の状況かなと。そうですよね。ちなみに私は予想を外したことがありません。なぜならばしたことがないからいやっていうと、なんか暗山はリスクを取って予想しないからダメだとか言って無理やり言わそうとするんで、それは大変だなと。専門、私はね、この方面は専門家じゃないんで何言っても、いやいや、そしたら私も全然専門家で、世界中の専門家です、ね、はい。
いやその軍事合理性がないことをプーチンが始めて、うん、いやこれは提督をお聞きした方がいいと思うんですが、あ兵端をどこまで保とうと計算してるんですかね。でもどう見ても短期戦でしか考えてないですよね、はいはい、でやっぱり中国との関係で私気づいたんですけど、オリンピックが終わって始めたんでパラリンピックが始まる前に終わるのが彼らのベストシナリオかなと終わりますか ね, ね。いや逆に言えば長引かせたらプーチンは焦るという思惑ですか、はい、だからですね、私もいつも言うその戦後体制とかね国連の云々っていうのはまあ、ちょっとしつこくなるかもしれませんけど、要は戦後体制というのは敵も味方も全部入れるということで、常任理事国にロシアも中国もいてフランス、アメリカ、イギリスと、まあ、こういうので集団指導体制みたいに作るわけですよね。だからで、その後のヨーロッパも冷戦中も CSC ですか、最初今 OSC ですね、あれもまさにソ連が望んできたのもあるけど、もう要は敵も味方も全部入れて、でこの中で一緒に考えようねとやるというのが出てきたん でこれって要するに、我々みたいなのはチンピラみたいな国かもしれないけど、悪い国かもしれないけど、ちゃんとそういう意味では責任持つ考えをしてねとなるのを期待して、だから G7 が G9 になったりしたのもそういうことだったと思うんですね。 で実際に少なくともロシアにしても中国にしても理由をつけなきゃいけなくなってきたんですよ。これはいわゆるその第二次大戦までの世界観とは全く違って、要するに自衛の名のもとで戦争なんても絶対できなくなったんですね。これはもう第三次世界大戦しないためにそこを決めたんですよ。でそれはみんな同意したんですね。だから日本の憲法も自衛戦争云々っていうのは自衛の名のもとの戦争は許さんということに他ならなかったわけですよ。だからそれまでの第二次大戦というのは不戦条約があってもできたのはそこだったわけですよね。でみんな自衛自衛ってやったと。でそうなった時に唯一今使えるのは、いやだって仲間のロシア人が行ってきたからとかね、だからそれも皆さんがよく言う満州事変じゃないけど、自分でやったとしても、いやロシア人が頼んできたんだよっていう理屈を少なくともこねないと戦争できなくなったのは間違いないですね。でそこをプーチンは忠実に守ってきたんですよ。ここまではそう。だからそこが要は言うても国連のいわゆるユスアドベルムですよね、うん、これが正しいのかどうかという国際法の基準に沿った形でやってきたから、だからクリミア半島の時もこの野郎とみんな思うけど、まあ制裁もまあだからあの程度で済み、でだから要するにありていに言うならば、みんな、まあ、しゃあねえなと思ってたわけですよ、ヨーロッパもみんなで、東部もですね。だからフランスとドイツは、まあ、自治認めてやれと、ね、このあれご承知の通り、もともとヤクザの親分みたいなやつなんでしょ、ロシア系の、ね、ロシア系のヤクザの親分みたいなやつが勝手にわーっと始めて共和国と名乗るって言ってなったんですよね。だから両方を今回、まあ、プーチンが独立を認めるって言ったんですけど、そういうことはコラコラとは言いながら、もうええやんそれぐらい見とけっていうのがもともとずっとヨーロッパにあったということだったと思うんですよ。だから今回も、まあ、独立を、だから皆さんも多分同じだったのは、まあ、あそこを今回軍隊展開してやるんだけど、まあ、あそこに入るまでは、まあ、ぶっちゃけみんなコラコラとは言うけど しゃあないなと思ったわけですよね。でプーチンもそこまでのつもりでいるんだろうと思ったら、まさかのキエフにミサイル撃ち込むから、これってこれはで多分プーチンは未だにもってしても、いやあれは自衛権だと、ね、自衛権だからいわゆる積極防衛だと言って、相手が攻撃してくるからそこの軍事基地を先に叩いたんだと言って先制攻撃だって言うんでしょうね、うん、というふうに言うんだけど、もう遅いですよね、うん、もう完全に世の中世界中はあらあら進行しちゃったよとってなったんで、となるとそういうふうに世の中が見られるということをプーチンが計算できてなかったなんてことは今までのプーチンでは考えられない。内藤先生、ますます
ポーランドに侵攻したヒトラーを思い出してしまうんですけど、まさにあの二次大戦前のポーランドが英仏と同盟が正式結ばれる前からドイツに対していたけたがいやってて、うんうんうん、今のウクライナのゼレンスキーみたいなことやってて、でヒトラーもチェコスロバキアまではなんだかんだ言ってもあのウィルソン主義とベルサイユ条約に基づいてやってて、まあかなり強引な解釈だけど、まあしょうがないだろうと。ところがもうポーランド併合からはそういうこともなくなって、何を言ってもあのベルサイユ体制なんてもう完全に消えてなくなってみたいなのとパラレルに聞こえてしまう。まあそうなりますよね、うん、だからやっぱり、うん、結局もゼレンスキー、まああのね、これだから誤解のないようにちょっとまあ丁寧に言わないと、うん、要するに、まあ、あの今回の事件にしてもあのこれ NATO なりその CIA なりユダヤの陰謀だみたいなこと言う人たちに絡め取られちゃうんで、ちょっと物言いを気をつけないと難しいところであるんですが、ただ明らかにゼレンスキーはその自分の身の丈を超えたような挑発、少なくともロシア側から見ると挑発を取られないことをやってきたことはこれ事実なわけですよ。だから問題はそこで、ゼレンスキーに限らずそのウクライナの人たち、ウクライナその政権、ゼレンスキーはもともと政治的には素人ですから、あのそのウクライナ政府の側にですね、もうちょっと冷静な分析ができる人間誰もいなかったのかと、その辺ですよね。でもう一つやっぱり今回ちょっとそのプーチンがあの錯乱したというふうにまあ思わざるを得ないのは、結局あの昨日の そのまあライブ配信でもちょっと申し上げましたが、あのベラルーシのやっぱ動向ですよね。つまりもともと20日まであのベラルーシとロシアとあの合同軍事演習をやっていて、これはあの延長したんですよ。でこれ普通に考えたらベラルーシのルカシェンコというかなり危ない人間なんで、何やらかすか分かんない人間なんで、これをある程度歯止めをかけるためにあの延長したというふうに見るのが多分おそらく普通だと思うんですが、結果的にその、まあ、あのベラルーシを経由してその、まあ、キエフの方向に攻撃しているというふうなことで、今回も実際にあのロシア、ベラルーシの連合軍がウクライナを攻撃しているという、まあ、そういう形を取ってますから、今になってあのルカシェンコが慌てて、いやベラルーシ軍は出てないとかって無茶なこと言ってますけれども、だそれをその、まあ、彼独特のおとぼけと見るのか、ルカシェンコでさえもう ここまでやるとはちょっと思ってなかったのかと、もうちょっとその脅しぐらいで済むと思ってたのは、ああプーチンの兄貴本当にやっちまったぜみたいな感じなのか、ちょっとそれもうちょっと時間が経ってみないと分かんないんですけどね。すごい恐ろしいのは、あの結局あの、まあ、チェチェンは内政問題としても、結局、まあ、グルジア、ジョージアにしても、まあ、クリミアにしても、アメリカ抜きの NATO はロシアはプーチンに屈服してるわけですね。今回アメリカ付きの NATO の思惑が見えないんですが、提督いかがでしょう。ねえ、これだから本当このままやられっぱなしだと面目丸潰れっていうか、それこそ世界秩序変わっちゃいますよね。変わっちゃいますよね。だからこれは私は私はまだあまりいろんなところ行ったことないんですけど、私はアメリカの歴史見てると 共和党がなんか戦争してるように見えるけど、じゃあ民主党なんですよね、うん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 、となるとバイデン逆切れしなきゃいけないなでなんかいい荒っぽいことをねしなければいいかなとは思うけど、でもそれぐらいしないとなんかよっぽどのことしないと、今のままだともう間違いなく今度の中間選挙アウトですよね。っていうより、ね、ただ逆になんか僕ってしないような気がするんですよね、うん、あの今までずっとそのいやウクライナさん自分で守ってねと、米軍は出しませんかってあんだけ散々言ってきちゃったんで、あのウクライナに対してはあの多分放置になっちゃう可能性はそことあると思うんですよ。でむしろ私はあのこのウクライナはかわいそうだけど、まあ、もうこれでおしまいかなと、まあ、抵抗はするでしょうしね、そのすぐ戦闘が終わるかどうか別にして、まあ、基本的にそのウクライナはどっちに転んでもゼレンスキー政権はもうおしまいですよ。で結局逃げるにしてもその亡命政権につくかなんか作ってまあ逃げるか、あるいはその踏みとどまるにしてもいずれ次の選挙はまあ多分ゼレンスキーは勝てないでしょう、あのこれ自体を招いて責任を取られてゲアせざるを得ないということで、そういう意味で、まあ、あのウクライナの政権終わりなんですが、問題はこれがですねやっぱり周辺に波及する可能性があると思うんですね。でやっぱり一番その辺であの怖いのはポーランドだと思うんですよ。でだからやっぱりポーランドにはあのアメリカもあの3000人あの2月に入ってまた増派したりなんかしてますんで、そうするとこのポーランドウクライナ国境あるいはベラルーシ国境あたりで小競り合いが起こると、そこで初めて多分バイデンはあのアクションを起こすのかなと、逆にそこまで待つのかなと。だからこれで改めて分かったのはパートナーと同盟って
ここまで全然違うってことですよね。要するにパートナーには軍隊出さないんですよ誰も、だ同盟だったら出すけどと。だから今回も NATO に入ってるとこまではアメリカも軍隊出すけど絶対ウクライナには出さないとこう明言しちゃってるわけですよね。でこれ見て喜んでるのは習近平ですよね、もう間違いなく。あ、台湾には絶対だ、やっぱパートナーとちゃんと結婚してるのとこんなに違うんだと言わんばかりの態度の違いかなと。それを言うと結婚してても助けてくれない場合もある。いやだからそれよくあるって言っといて、同盟は守らせるものであって、同盟が条約があるから同盟になるんじゃなくて、同盟を守らせるから条約なんだと、これ逆にしではありえないっていう。そうです、そうです、そこをなんか勘違いしてもという、うんことなんですけど。でそれで NATO 側でなんか真面目に戦う意思があるのがイギリスぐらいっていう、まあそれでも、まあ、別にキエフに1個連隊でも入れてたら話は違ったと思うんですが、うん、で提督、今後 NATO 陣営はどういう反撃ができるんですか。反撃というか、だから今やれることは NATO のあそこの NATO のところにまで軍備配備して来たら戦うんでしょ。だから少なくともウクライナの中で戦っているだけだったら手は出さないんですよ一切、はい、一切出さないですね。かわいそうだけど、かわいそうだけど、だからこれが冷たい現実なんですよ。だからこれをなんかいいから人道支援のために空襲するとかね、うん、っていうのをやるかどうかですよね。唯一今までの事例で何国連憲章で、ね、なぜプーチンがずっと怒ってるのはロシアは拒否権発動したのに国連武力制裁しとるじゃないかおめえたちはって言うじゃないですか。あれはなんでできたかというと人道支援なんですよね。だ人道支援という冠がつくと必ずしも国連決議がなくてもできちゃったりするんですよ。だから何かでウクライナの人たちがひどい目に遭ってるっていうのが世界的なトーンになった時に人道支援の名のもとにそこに空襲したりトマホークぶち込んだりっていうのはあるかもしれないですよ、まあ、今までの事例で言うとカンボジアに攻め込んだベトナムみたいなことを NATO がやれるかと、うん、ただ打ち込んでるでしょ。例えばシリアの時打ち込んでるじゃないですか、はい、あれはやるんですよ。だからコソボ空爆もそうですよ。だからあれはやるんですよ。だけどこのウクライナでそういうふうにまだなってないじゃないですか。だからウクライナでもし、ひどいロシアにこんなにひどい目に遭ってますっていうのが西側の報道でドーッと出るようになったりすれば、もしかしたら NATO プラスアメリカが空襲ぐらいするかもしれないけど、今のものだと絶対ないんですよ。逆に言えばその時民主党政権なんてヒステリックに正義の戦争を始める可能性が、そうなんです、うん、だから国益じゃなくやるから、うん、民主党政権だと、はい、アメリカは。でそれが人権だったんですよ、うん、だから私はアメリカにいた時にそれだったから、うん、クリントンの不適切な行為隠すためにあいつら空爆しやがってって言って、うん、ペンタゴンの軍人めっちゃ怒ってたんですね。だからそれが私は逆切れであるかもしれないと思ってるんですよ、うんうんうん、だから手出すとすると、だ人権の名のもとにやるかもしれない。でも今のところ見えないですよね。それ言っちゃうとね、一応その、まあ、プーチンもいわゆる人権の名のもとにこうミサイルぶち込んだわけですよね。そうです、そうです。だからネオナチに支配させていいのかみたいなこと、まあ、言ってるわけで、それ誰も相手にしないにしても一応書類上そういう言い方をまあしちゃってるわけだから、そうするとやっぱりよほどのことが出てこないと、うん、ちょっとやっぱ人権の名のもとにっていうのはやっぱりきついよなと。そうするとですね、今の状態はそうですね。やっぱりそうするとポーランドなりルーマニアなりでやっぱり小競り合いが起こって、そこで初めて介入するというのが多分、まあ、常識に考えるともそれ以外ないですよ。冷たい現実はそこですよ。じゃあもうウクライナがもう自力でゲリラ戦頑張ってと、うん、だから問題は亡命政権がだから外出るのかもしれない。そう、そうなってくるとまあ、2通りあって、まずそのゲリラ戦をそのウクライナが戦えるかという議論ですよね、うん、はい、でもちろんゲリラ戦を戦う意思のある人ってそこそこいると思うんですが、ただこれアフガニスタン侵攻と比べた場合にいくつかやっぱり決定的に違うことがあって、アフガニスタン侵攻の場合は異民族であり異教徒であり全くその相入れない異分子同士の戦いでゲリラ戦ができたわけですよ、うん、でところがロシアとウクライナっていうのはもちろんロシア
シア人と比べて全然違いますよ。文化的背景も言語も違うとは言ったって、旧ソ連の時代に言ってみればそのアンチウクライナ、アンチロシアというのは両極じゃなくてもなんとなく混じって慣れ親しんだというような人たちもかなりいるので、そこでそのいわゆるゲリラ戦というのが尖った人以外に広がるのかというと、何回時間がかかっていくとなんとなくそのうやむやに同化しちゃう可能性があるかもしれないと、うん、いうのは、それはあのかつて の, そのウクライナが大あのロシア革命の後に第一次大戦の後にロシア帝国崩壊して独立国できましたけど、あれが結果的にソ連に飲み込まれちゃったでしょ、うん、でその後あの激しいその反ソ暴動みたいなことが起きたかってなかなかそういう形にならないで、なんとなく同化しちゃって、不満は抱えつつも同化してというのはずっと70年間続いちゃったわけですよ。でだからそういうところでゲリラ戦といったものが大規模に続くかどうかが一つありますね。それから亡命政権作るとしたら、これもポーランドに作るしかないんですよ、地理的には、はい、近ければ近い方がいい、うん、で結局ですね、あのこれ例えば PLO の例がそうなんですけど、あれを亡命政府というかどうか別として、結局やっぱり亡命政権っていうのはあの陸続きの隣接しているところにないとやっぱりですね、求心力弱くなっちゃうんですよ、うん、すぐ目に見えるところにあの土地を取り返すんだって言ってないと、例えばこれがロンドンとかパリにいて、うん、ウクライナを遠く忍んで取り返すんだって言ってもやっぱそれはねダメなんですよ。あの少なくともその指導部はともかく人がついてこない、うん、ロンドンなりパリに住んじゃうとロンドンなりパリの生活がやっぱりみんな出てきますから、そうするとやっぱり目に見えるすぐ隣町のあそこで俺の親は殺されたんだっていう怨念が続かないと亡命政権成り立たないけどね、うん、で実際に今そのウクライナのメディアなんかは攻撃がひどくなればどんどん西の方に逃げると、うん、で西に逃げてウクライナを越えて最後の前ポーランドでその放送を続けるんだと、でポーランド側はそれうんと言ってくれてるんだというふうなことを言ってるわけですし、100年前のウクライナのナショナルガバメントはあのソ連に占領された時にあのポーランドに逃れてポーランドでしばらく活動してたわけですよ、第二次大戦までね。だからその宣伝があるからポーランドに、じゃあ例えばそのまあ戦闘が長引いてあのウクライナの亡命政府がまあできたとしてもですよ、そうすると今度ですね、ポーランドがその亡命政府抱え込むことが、これがあの NATO なり EU なりあるいはヨーロッパの中でやっぱりまた新しい火種になりかねないと思いますね、うん、っていうのはあの去年のやっぱりベラルーシがあの難民をその国境に配置していろいろその NATO の, その端っことそのロシア、ベラルーシとの関係が緊張してきたからポーランドと EU の関係というのは改善しましたけど、それまではあのブレグジットの次はポーランドが抜けるといわれたぐらい関係悪化してたわけですよ。つまり EU の, その法律とか条約というのが国内法に優先するという、で人権とかあの LGBT とかそういう権利関係なんかはリベラルな方に合わせろというのをポーランドは嫌だと言って、もうそんなんなら抜けると言って相当ごねてて、で特にその裁判官 の, その任用なんかについて相当揉めて、EU の, その裁判所がこれはあの罰金を科すみたいなことまで有罪判決まで出ちゃってるわけですよ。でそれが危機があったんでとりあえず関係が修復して仲良くなったけれども、そうすると今度ウクライナの亡命政府なんかあると、それを人質に今度ポーランドが EU に対して多分なんかまたいたけだかのことを言い出してくると、やっぱりこれ不安要因になりますよね。当然この状況での NATO 陣営の最善手は、まあ、国境を固めてウクライナがゲリラ戦やってるのをモラルサポートして亡命政権ぐらいは受け入れると、受け入れるけれども制御しないと、でだからあとは逆に言うととにかくあのそれこそバイデンがずっとやってきたことっていうのは、いやロシアに対して経済制裁をしますよと、でウクライナに対して武器は売ってあげますよと、あるいはただし供与してあげますよと、でもあとは自分でやってねじゃないですか、もうそれしかないんですよ、まあ、正式な同盟国じゃないですし、ないですか、うん、そもそも干渉国でしたもんね。でだから逆に言うとバイデンなんかその詰めが甘かったのは、うん、そういうふうに言っておきながら9月に会っちゃったでしょ、うん、ゼレンスキーに、はい、今までずっとそのトランプもその前もあの、まあ、ゼレンスキーはトランプになってからですけれども、あのウクライナ の, その首相大統領ウクライナ の, その国家首脳とはですねホワイトハウスずっと会わなかったわけですよ、うん、あのなんかその現地を取られたりするのが嫌だから、うん、そのやっぱり脇が甘くて会っちゃってますからね、うんうん、まあ、あのプーチンとしては短期決戦やりたいけれども NATO 側としてはそういうシナリオで対抗するしかないしかないでしょうね。提督いかがでしょう。どうだと思います私も、はい、でとなるとなんかあのアメリカが中国シフトだって、まあ、ちょうどね内藤先生のアフガン現代史の見本ですね、一応や中身あの見本ですけど、まあ、あまだ発売はあの5日でございま す, です、ね、まあ、それでさりげなくねあのすいません宣伝させて露骨な宣伝、はい、でそれであの米中対立中国と張り合うんだってアフガン引いたらまあなったし、で今回あのウクライナでこうなって
ますますアメリカって中国にまあ集中できなくなるような思いですが。そうですよね。江藤先生。で特に習近平をなんだアメリカって関係多分台湾関係法で武器渡すだけでこれ。軍隊入れねえんじゃねえのってことになりますよね、はい、あ台湾関係法っていうのは事実上の米台同盟と言われてますがあれ単にあの、ね、大統領が助けてもいいよって言ってるだけで自動参戦事項でも何でもないわけですよね。そうです。でそもそも今回のあれじゃないけど、ね、これだって世論調査やったらそもそも、ね、今回のウクライナに米軍を出すべきかっていうのは半数以下でしたからね。15% ね、賛成が。だからその世論もあってバイデンさんは絶対口が裂けても軍隊出すと言えなかったのもあるでしょ。で私一番心配なのはあの極東ですからね。多分台湾半島台湾の島かける人いないですよアメリカ人に。そうすると世論調査やったら台湾に軍隊出すって言ったって何それってなるんじゃないかなと思いますよね、うん、今回のあれ見てて改めてまだ身近なヨーロッパですらあれですからね、うん、あとなんかあのこれで世界大戦になるんじゃないかと怯えてる人いるんでちょっと私素人の私でも言えることを言いますとあの中国共産党の立場例えばそんなリスクを犯さなくても自分は経済伸びていくしアメリカは疲弊してロシアにかかりきりに なるのがベストシナリオみたいな状況でなんでわざわざそんなことやる必要があるんだというふうに見える、うん、こうしてけいいですもんね。そうそうほらほらみんなあの2人して死んどるわいって言われてまたこれで勝っちゃうわってそれであの昨日提督ですねあの中国シンクタンク生ライブってやったんですよ。なんか中川浩二みたいな親中派を出すんだってコメントが来てムカついてですねバカ野郎今日は俺が一番の親中派だとというのは中国を舐めるなって話ですよね。だ結局この状況で、まあ、あのなんて日本のアメリカ専門家に多かったのがもうこれからアメリカ中国と張り合うんだからもうロシアなんか見なくていいんだって言ってた人こそ反省してほしいですよ私は、うん、やっぱりあの地球は丸いの でロシアなんて、まあ、中国もロシアも東と西で縄張り決めててってやってる相手にあの、まあ、中国とロシアっても一枚岩とは言わんけれどもアメリカにとっては敵であるのは間違いないのに、うん、ロシア見なくていいっていうのどういう了見かと思ってもしょうがないんですけれどそれでこれですからね。でそれで話を戻しますとあの、まあ、東アジアでいうと提督、はい、日本は大丈夫でしょうか。ねえ大丈夫じゃない気がしますねなんかくれちゃいけないけど自民党政権が立派なことやってるという人もまあ、 あのだからそのねクリミア半島の時は見えなかったからそれこそお茶濁すようでよかったけど、まあ、まあ今回はパパパッとあれだけ世界中で見えましたからね、はい、少なくとも日本人もみんな知ってるじゃないですかみんななんか注目の時にしてる時にボンと来たからこれで何するんだろうって言って何もできないわけにいかないからまあ同じようなことはやったっていうだけでしょ、うん、だからまあ当然だろうなとただこれより踏み込めるかなっていうところですよね。内藤先生経済制裁してるらしいです。なんかねそれだったら本当に担当大臣早く外せよってロシア経済分野協力担当大臣を置きながらいや国民民主党いや自民党筋も伝えたんですよあの国民民主党さんにね申し入れられる前にあの自分で廃止した方がいいよ1時間でできるんだからってリアルにって言ったのになんか玉木さんの方が早かったと、いやロシア経済分野協力担当大臣を置いててロシアに経済制裁って何の話ですかっていう。だからまあエネルギー分野だからまだヨーロッパも触ってないじゃないですか、うん、だからまあそういう意味でこうやって見ながらああ日本もあそこはまだええんやなっていうことでしょう。でも結局あの無理やり今の自民党を弁護するアクロバティック擁護するとプーチンが核使うとか言って頭がおかしいこと言ってる状況なんでいえいえだから、ねまあ、私も付き合いがあるんでね経済制裁には参加しましたがロシア経済協力大臣発さなかったんですかみたいなこと言うつもりなんですか。いやそれくらいいや結局そういう自民党外交、まあ特に私は安倍外交の特にさらに特にロシア外交に関しては批判的ですけど結局戦後日本の、まあ、特にこの50年ぐらいは周辺諸国の靴の裏を舐めて世渡り上手を気取るがひどすぎたから、いや、まあ、本当のことを言うと、まあ、NATO のベストシナリオは今国境固めで防衛費増額もあると思うんですけど今こそ日本も機構として防衛費増額、それは間違いないですよ。だからね
前にも言いましたけども、これだけの大きなことが起きたんだから、それこそ令和新時代の転用でいくらでもそのチャンスに生かせる要因はあるわけですよ、はい、うん、で例えばそれこそ、まあ、林さんがあの NATO の司令部に行ったということは、まあ、これは意味がないとは言わないんですけれども、うん、合わせてですね、萩生田さんがヨーロッパに行ってですね、お前ら燃料足りないんだろうと、日本の石炭プラント買えっつってですね営業して回ってくるぐらいのことやればいいんですよ。天然ガス分けてやるから、日本は石炭やるから、お前らも日本のその効率的なプラント買えと、その脱炭素、いや今言ってる場合じゃないでしょうぐらいな営業に行かなきゃダメなんですよね、うん、まあ、いろんな人が NATO に行ってますけど、それに関して提督の評価ってどうですか。まあ、だから今まではね、ちょっと一言だったじゃないですか。やっとみんな、うん、これはやんなきゃいけないなってきてですね。麻生さんですもんね、最初、うん、唯一 NATO に興味持ってくれてた先生、大物政治家って、だそこがやっとこう動き出したと思うんでしょうね。それで間に合うんですかね自衛隊は女性出してますから、ずっと、はい、一茶を、はい、ジェンダー平等の観点そうです、ちょっとそれもね、そこだけでいいのかってなってるけど、まあ、優秀であればどっちでもいいと思うんですが、はい、ただいずれにせよ本当ね、これがもうちょっと日本でもね、だから我が国の防衛どうするかっていう議論に直結して、うん、今ちょうど国会やってるんだからね、うん、そういう議論にならなきゃいけないんだけどね、このこんだけの防衛費いいのかってならねえかんでしょ本当は、うん、でも全然そうならないですね、まあ、そう変な方向に行っちゃってる、不思議ですよね、全くこれのにそうつながらないのが僕は不思議でしょうがないと思って今回、うん、いや、まあ、とにかく浄土は日本の防衛費増額、うんうん、でとにかくロシア経済分野協力担当大臣を外さない人を信じちゃダメですよ、うんうん、おかしいですよねこの、はい、うん、ところで内藤先生、はい、そろそろ締めに入る前にですね、はい、まあ、某雑誌、一応 ISBN コードがある雑誌に、はい、プーチンは DS の世界支配から、はい、守るためにウクライナを攻めてんだと、ごめんなさい、DS という世界ディープステートという世界政府を企む秘密結社があって、プーチンはそれと戦う正義の味方なんだと今この頃にね、内藤先生の方がインスタートされていると思います。まあまあ、それはね、言論の自由がありますから、何言っちゃってもいいんじゃないですか、うん、しか言えないですよね、ってしまいます、ね、まあ、とにかくこれ、ね、うん、無理やりお笑いに苦笑いしてますけれども、大変深刻な状況であるし、で対岸の火事であるけれども、対岸の火事のうちに準備しないと、こちらの跳ね返ってくるので、うん、まあ、今DS の話しましたけど、それとあんまり変わらないレベルの話が紛れているので、一体何が本質なのかということを、まあ、読み取ってほしいなということで番組配信したんですよ。最後一言ずつ内藤先生から。はい、まあ、とにかく時々刻々と動いてる話なので、あんまりその、まあ、もちろんね、こうこまめに事件を追っていくということも、時系列を追っていくということも大事だと思う。ただそれはできる人がやればいい話で、まあ、我々はやっぱり大掴みな構造ということを考えなきゃいけないで、特にプーチンが少なくとも今までと違って、広瀬先生がもう今までの蓄積が全く役に立たないというような形で、ちょっと少なくとも本当はなんかものすごい辛抱遠慮があるのかもしれないけど、我々の感覚ではちょっと、まあ、通常の精神状態じゃないだろうということを前提に、何をやらかすかわからないと。で一部報道ではそのチェルノブイリを占領したといって、そこで核実験をやるんじゃないかみたいなことを言われていると。逆に言うと、そういうそのはっきり言って何をやらかすかわからない危ない人というイメージを作ることが、もしかするとロシアにとって今回、まあ、唯一のその、まあ、特定になるのかなというぐらいな形なので、ちょっと、まあ、そういったところにですね、まあ、惑わされないでっていうのも変なんですけども、ちょっと、まあ、構造的なことをやっぱり見ていかないといけないのかなというふうな気がしますね。はい、伊藤先生。はい、もうウクライナのことはね、いっぱい報道されたりしてるんですけど、どうも気になるのは、大変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 っていう報道が多いし、そういうことはみんな言うんだけど、じゃあこれが日本、うん、あれはどうすんのっていうのになると、全く議論がないでしょ。あれの話も気になってしょうがないですね。これ今までもそうですけど、北朝鮮のミサイルも大変大変なんて言うけど、じゃあどう構えるのとか、どう我が国はするのっていうことになると、バタッと何も出ないっていうのは、ね、
頼むよって言い返しにしますよね、はい、まあウクライナ防衛費 10% 近くで戦ってたわけで、うん、まあ、日本は 1% 超えないところ で、まあ、全然次元が違う、うん、もう今日のウクライナが明日の日本にすらならないぐらい大変だっていうこと、じゃあどうするんだってことで、まあそれは防衛費増やすって常道ですけれども、まあ、あのロシア経済分野協力担当大臣がいるってことは、まあ、今後も靴の裏を舐めて生きていくんですということなので、いやもうこれはもう日本は今後も靴周辺諸国の靴の裏を舐めて生きていくのか、それが嫌なのかの決断なんだという問題で考えていただきたいなと、まあ、これは対岸の火事かもしれないけれど、対岸の火事です住んでるうちに自助努力をしなければ自分の家がまあ焼け野原になってしまうという気持ちでいてほしいなと思います。また伊藤先生、内藤先生、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているのではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですか。チャイナが欲しがるような資源を持っている中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。